地元の池田山っていうのがその国際大会も開かれるような日本のスカイスポーツのメッカなんですっていうお話があってでなるほどスカイスポーツでその岐阜の大空を飛ぶっていうのは美しいなとただスカイスポーツだけだとちょっとそのお話としての広がりが自分の中で計算できなかったのでやっぱり岐阜っていうのはその基礎三線っていう雄大な3本の川が平行して通ってるもう日本でもこう。 唯一の素晴らしい風光明媚なな場所なんだぜひ基礎参戦をフューチャーしてほしいなみたいなお話を言われてでこう空と川とあの2つ出てきてなんか軸が3つ欲しいなと思って空と川以外になんかこうもう一つないかなと思って探してる時にあの世界で初めての青いバラも実は岐阜だっていう話が出てきて。 あそれだったら空の青と川の水の青とバラの青でなんか3つの青をくくってエンターテインメントができるんじゃないかなと思ってそれでこうあの青いバラを作った川本純子さんっていう方とこう直接お目にかかってからもうあのすごい急速に進んだっていう感じです もともと自分の監督デビューが三重県の桑名市で県境を越えたらすぐ岐阜なんですね実はその岐阜からもあの映画に興味があって参加してくださった方がいてではこういう形でそのビジネスベースじゃなくて なんかあの市民と二人三脚で作る映画ってすごく素敵だと思ったんでまあその方の地元である西濃地区を訪ねたりとかまあ映画についての講演をしたりとかそのうちだんだんその岐阜でも仲間が増えていってでまあ今回無事にえ映画完成までいったっていうまあそういう感じですね。圧倒的に地方の方のが豊か だと僕は実は実思うんですよあの空気もおいしいし景色も素晴らしいし食べるものもおいしいしでこれだけあのオンラインが発達してきてリモートでも働けるようになってなぜそれでも東京の方が優位なのかっていうのが自分の中ではよくわからないけれどなぜかその地方の若い子たちはやっぱりこう。 本気でかかか頑張ろうととと思ったらまずは東京に行かないとねとかやっぱりこう飛び出して東京に行った方が幸せになれる気がするとかいう意識がすごく強くてどうしても若い人は出てってしまうなんかそこら辺になんかこう一石を投じられたらなっていう気持ちはありますなんか。 ブルーヘブンという青いバラを実際に作られた川本潤子さんをモデルにしようと思ったのでまあ年配のえ女性の方だなというその気持ちが明るくなってこれからの人生に前向きになれてっていうそういうお話がいいなと思っていてストーリー的にはその病気になったりとかそういうことも。 あ,のあるいはその昔の恋人が死んでいたりとかそういう悲しい要素もあるのでそのそれを補ってあまりあるそのその方が演じてるだけでそこはかとなく面白いとかちょっとクスッとしてしまうとかそういうあのコメディエンヌの。 方とご一緒したいなと思った時に、僕の中で、その日本の。この年代のコメディエンドのナンバーワンは絶対由紀さおりさんだろうなと思ったので。もともとはですね、あの演劇なんですね。もともとあの会社員時代に塚公平さんと会って。うん、あの飛び込み営業だったんですけれど、うん、で塚さんに憧れて。だから映画が好きだったとか、演劇が好きだったじゃなくて。 塚光平っていう人がすごくかっこよかったんで彼の真似をしたいっていうのが自分の原点だったですね、うん、自分に正直にいるっていうことですかねあのみんなあのアマチュアのうちは自分の好みで好き勝手な感想を正直に言うじゃないですかあれがつまんないとかあれがダサいとか ななんかかかあれは納得いかないとかだけれどそれで飯を食おう食べていこうって思うと突然その正直度が影を潜めてなんかとりあえずなんかプロデューサーから言われたら必ず面白いというとか、えー、なんかつまんないものを見てもあ,あそことはいつか仕事をするかもしれないからあったら面白かったですというとかあのっていうふうに。 驚くほどなるんですよ自分がつまんないと思ってるものでも面白いって言う人なんだってなるとそれはその人の作る作品をどう信じていいのかやっぱ分かんなくなってくるんで。うん